おもろいの。円竹縄でございますが、そろそろお時間です。楽しいひとときが名残惜しい、そんなあなたにラストオーダー。今日は日常の気になる事柄をわさびの AI アシスタントかなが全能力を使って調査報告する。ヘイかな、呼んでみましょう。ヘイかな、今日はやめジャニについて。ちょっといつヘビリスナー君からいただいてたんですけど、あの最近の新しい流れでジャニーズに好意的な女性誌などが滝沢さんの事務所を叩き始めたのを怖く思いますなんて来てますよ。いろんなしがらみがあるんでしょうけれども、そうですね、まあ、最近ネットでよく目にするやめジャニという文字、はい、言葉ですけれども、まあ、その名の通りジャニーズを辞めた人たちのことです。はいはい、滝沢秀明さんが設立した 2B もですね、今のところジャニーズを辞めた皆さんが所属してますよね。そうですね、だから個人的にはもっとジャニーズを辞めた人たちだけじゃなくて、外部の他にタレントさんとかね、そうなんよ、だからなんか人たち入れた方がな、三宅さんとか今いるでしょ、はい、あの翔くんとか、うん、対立図式ができちゃうの嫌だよね。そうですね、もうちょっとだから分からないようにという言い方が良くないかもですけど、緩和させるようにいろんな人がいるってね、新しい人を、ね、入れてもいいのかなと思うんですけれども、まあ、今日はあのアイドルは今何をしているのか私なりに調査してきました。はい、でやめじゃにって一言で言っても、私よりももっと上の年代でジャニーズを辞めて成功した方たくさんいらっしゃいますよね。郷ひろみさんとか。あ、そうですね、うん、そういう方々ではなく、今回は私が馴染みある範囲で少しご紹介します。なるほど、はい、まず錦戸亮さん。おい、来た。関ジャニニュースの元メンバーで、はい、まあ、珍しいグループ2つ掛け持ちっていうスタイル。あ、そうだったっけ。そうだよ、最初が関ジャニだったんだけど、その後ニュースもできて、そっちにも所属するっていう。あ、そうなんや。そう、大変だったと思いますけどね、掛け持ちスタイルで、で2019年に事務所を独立しました、まあ、その後独立してから少し期間が空いてしまって、4年ぶりの現場が今年の5月に放送された NHK のドラマなんですね。ほう、まあ、立て続けにその後ネットフリックス離婚しようよも、それこそ離婚しようよで見てさ、俺、え、錦戸君ってこんなに渋かったんだと思いました。うん、色気増し増し、色気がすごかった。ただでさえアイドル時代もダダ漏れてた色気が、確かに余計拍車かかってましたね。うん、でここ数年はですね、テレビ局に気を使ってなのか、ジャニーズ辞めた人たちが地上波のドラマに出ることってあまりなかったんですけれども、ここ最近は流れが変わってきて、まあその最初の錦戸さんがね、先駆者になってくれれば私も思いますね。そうね、まあジャニーズ自体がこの昔ほどのっていうのもあるからな、いろいろ、まあ、ちょっと叩かれたりもしたりもあって、いろいろあるんでしょう、そういう。そうなんです、でも NHK さんは結構あの使ってるんです、ジャニーズ辞めた方を、そう、ドラマにね、っていう錦戸さん、次、岩橋元気さん。誰だっけ。キンプリの元メンバーなんです。最初キンプリ6人だったんです。手崎さん知らないと思いますけど、まあ、あのパニック障害を公表して、その後2021年に脱退を発表しました。あ、そう、そうなんです。あのもうキンプリとしてデビューして間もない時だったんですけれども、すぐ5人になっちゃったんだけど、岩橋さんはジュニア時代からとっても有名で、雑誌明星ってあるでしょ、明星が1年に1度読者からの投票で決定するジュニア大賞っていうのがあるんですけれども、さまざまな部門がある中で最も注目を集めるのが恋人にしたいジュニア部門なんですね、でその部門5年連続1位なんです。すごいね。そう、ジュニア時代からもう岩橋岩橋橋ってみんなが言ってるぐらい、そう、もうだから逸材だったんですけれども、今何してるか、現在はソロアーティストとして活動をしていて、YouTube も開設しているんですけれども、アメリカの芸能事務所とも契約を締結したとか、かなり儲かってるらしい。あ、そう、よかったね。よかったよ。おやめす。よかったね。本当にね、もう野村よっちゃんもずっとそういう目で見とったわ。誰とさ、よっちゃん頑張っとる。よっちゃん。カノキン取りのよっちゃんな。よ頑張っとるわ。そう。やっぱ海外にね、拠点を移すと結構変わりますよね。そうだな。売れ方も違いますね。いや、よりビッグネームになる可能性も秘めてますから。はい。最後、山下智久さん。出た。
元ニュースのメンバーで2020年に事務所を独立事務所を退所しました、はい、ヤマピーとも言われて ねソロでもたくさん活動していましたけれども、うん、不動の地位をまさに獲得していたヤマピー、はい、独立後もですね海外の作品への出演など幅広く活躍していて、具体的に2022年全米公開のハリウッド映画マン・フロム・トロントの撮影にも参加しています。ハリウッド、そう見てないんですけどまだね、うん、ハリウッド映画にも参加されていたりとか、あとはブルガリとかディオールのアンバサダーにも就任。すごっ、なんか噂でヤマピーめっちゃ稼いでるって儲かってるって。そらそうだよね。ブルガリなんか日本人初の、うん、アンバサダー、すごっ、とかだった気がするよ。よかったよ、もうヤマピー。よかった、本当に、ね、おいざも本当にもうほっとした。あのスマップの森くんもそうだしね、森くんやりたいことやって、まあ、怪我しちゃったけどさ頑張ってね、頑張ってるよ本当に、本当、うん、はい、だからやめちゃんにってなんかマイナスな言葉で取られるかもしれないんですけど、もうポジティブにね成功してる方もたくさんいるので、より成功してる人いるからね。そうなんです、うんうんうん、はい、これからもジャニーズをやめた皆さんに注目していきたいと思います、はい、今日はこれでおしまい。ラストオーダーでした。